どうもこんにちは、ケイです。今日サブチャンネル一発目のテーマは、バーバリーへダニエル・リーが就任し、今後ショーで使ってくるか、どのような使い方をしてくるか次第ではありますが、チェック柄が再び入る可能性があるのではと思っています。子供っぽくなりがちですが、服でなくともバッグ等で取り入れやすいのではと思っています。 なるほどね。まあね。ダニエル・リーは本当う上手いですからね。その辺の。まあこの前もほらキャンペーンビジュアルとか、まあ、古いマークが新しく使われてたりとか、まあロゴも昔のように細くなってたりとかさ、もうすでに色々な革命が始まってますけど、こう、ブランドへのリスペクトっていうのかな。ただこう、ガラリと変えるだけじゃなくって、ブランドの文化とか伝統へこう、理解があって、リスペクトがあって、その上で新しく変えてくる。 ので、やっぱ上手いんですよね、ああいうの見てても。まあそして、変える速度が凄まじいというか、やっぱそのスピード感みたいなのも本当にすごいなと思いますし、まあボッテガの時にね、もう成功した事例があるので、やっぱりどうしても期待をしてしまうし、も、ま、う、あ、ダニエル・リーが、じゃあ今度チェックやトレンチっていうのをアップデートさせて、新しく何かをやったって言ったら、もうその期待度が高いからさ、も、ま、う、あ、どうしてもそこに飛びつく人たちっていっぱいいると思うんだよ。で、そういうところから、 じわ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 と、こう、ムーブメントが広がっていく。うん、まあだから、ボッテガが、まあ今もそうかもしんないけど、まあよりこう、ピークの時、ダニエル・リーによって革命が起きて、本当にピークの時ってさ、もう、なんていうかな、こう、イットブランドじゃないけど、今この時代は、ボッテガを持つことが、一つ、こう、なんていうかな、おしゃれって言ったら、ワードとして安っぽいけど、まあそういう認識の人たちっていっぱいいたでしょ。まあもちろん、服好きは、うん 時代の新しいこう流れというか、ボッテガという存在がちょっと生まれ変わって面白いって言って、まあその注目してたりとか、実際に手に取ってた人っていたと思うけど、まあ多くの人たち、その大衆的な人たちって、今なんかボッテガがオシャレとか、新しくボッテガのグリーンが可愛いみたいな、まあそんな感覚だったじゃん。で、ダニエル・リーってそういうの作るのもうまいので、おそらく、なんかこのバーバリーのチェック、レトロな感じだけど可愛いとか、こういうのがいいみたいな、なんかこう、そういうね、流れみたいなのは、 作ってくるんだろうな。何かこう今の時代の中で、こうバーバリーの、例えばそれがバックなのか、まあジャケットなのか、パンツなのかわからないけど、何かこうアイコンとなるアイテムみたいなのを生み出して、こう時代を掴んでくるんだろうなっていうのは、 思いますね。まあ、チェックがこう、プレタで流行るっていうのはちょっと難しいのかもしれないけど、まあ、チェックって意外と大量にあるけど、どこにでもあるけど、取り入れるの意外と難しかったりするから、まあ、プレタってよりかは、バッグとか、まあ、シューズとか、なんかこう、小物とか、そういうものになってくるんだと思うんだけど、まあ、そういうこう、アイコニックなものは作ってくるんじゃないかなっていうのは、 思うので、再びこう流行る可能性っていうのもありそうですね。はい。次。えー、ポケカ以外にカードゲームやってましたか ?S さんと一緒に開封しつつ雑談とか聞きたいです。あー、なるほどね。僕とね、S 君どっちも共通してるんだけど、まあ、遊戯王と、えー、デュエーマをちょっとやってたぐらい。なのでもうお互い、小学校1、2年ぐらいからずっとサッカーやってたから、 なんかこう、あんまりカードゲームにすごくこう、没頭してみたいなことってあんまなかったんだけど、唯一そこだけをやったことあるの。ただ、もう最近のその遊戯王とかももう全くわからないし、まあポケモンカードも正直わかんないんだけど、まあポケモンカードってなんか、まださ、ピカチュウとか、リザードンとかさ、なんかこうやっぱ知ってるの出てくるじゃん。けど、 なんかその遊戯王とかになってくると全然わからないから、この前ね、この意見結構いただいたから、エスくにも言ったんだけど、なんかその遊戯王やってほしいとかって意見あるらしいよって言ってて、いや、昔のカードだったら面白いけどねって言って、なんか昔の調べてみたらね、遊戯王の人気だった時のさ、あの、常脳値、あとなんだっけ、あの、ハーピーレディ使う、く、くじゃくまいだっけとか、インセクターハガとかさ、 あと何あとペ、ペガサスじゃなくてなんかいたよねなんかああいう人たちの時代のパック調べたら、マジで一パック数万とかするんだね。一パックだよ。もうとんでもないことになってて、あ、これは昔のカード買うのって難しいねみたいな話だったから、正直雑談しながら開封するのめっちゃ難しいんだけど、まあなんか機会があれば、 やろっかなっていう感じです。はい。そんなところです。はい。次。えー、髪型を長い間悩んでます。ケイさん参考にしている雑誌やサイトありますかおまたはスタイリング剤は何を使ってますかあー、なるほどね。今日ちょっと喉さ、昨日かの動画でも最後流したんですけど、なんか喉ちょっとバグってて、調子悪いんですけど、あの、喉のね、そう、ちょっと聞き取りづらいかもしれませんが、お許しください。で、えー、髪型か。 うーん、参考にしてるサイトとか雑誌は別にないかな。なんか、太めに入ったものとか、結構僕、海外サッカーの、サッカー選手の髪型とか、結構まあ短いじゃん。みんな短くって、僕も短いのある程度好きだから、結構がっつり刈り上げてて、 でそれをこう、まあ、ノーセットの人もいるし、まあ、ジェルでこう固めてたりとか、なんかいろんなそのスタイルが結構好きだから、割と海外のサッカー選手見ることってあるんだけど、雑誌とかサイトはあんまりないから。で、スタイリング剤は、もう何年使ってるかわかんないけど、ずっとロレッタの、ロレッタはジェルジェルワックスっていうのかな、まあ、いわゆるジェルのスタイリング剤を、 使ってて、まあ、2種類あるんだけど、あのー、普通のバケツみたいな、よくあるじゃないですか。多分人気ランキングとかでも出てくると思うんだけど、ジェルを使ってるのと、まあ、あとあのー、まあ、そっちもバケツなんだけど、大きいサイズはね。あのー、元はね、デビル、悪魔みたいな形をしたやつの、の赤黒の中、シリーズの中だと一番柔らかいやつを使ってます。 はい。ずっとジェルで、僕なんかそれくらい短いから、まあ、長いとね、ジェルでちょっとこう艶出すのもいいしえ、短いとなんか分けたりとかさ、こうちょっとできるけど、中途半端の長さだとジェルよりワックスとかの方がいいかもしれませんが、僕割と短めなので、ずっとジェルでそのロレッタのを使ってますね。本当に水っぽくしたいみたいな日はそのバケツのよくあるやつを使ってて、ちょっとこう、なんていうかな、 まあ、動き出すじゃないけど、艶出しながら動きみたいな時は、その、ロレッタのデビルのシリーズの赤黒を使ってるっていう感じなんだけど、最近マジで1ヶ月で、ああセットする日うーん、5回あるかないかぐらいかも。ぐらい、本当ノーセットで出かけることの方が最近ちょっと増えちゃってて、あんまりそもそもセットしなくなってきたっていうのも一つある。はい、次。 次、スタイリングはどこで勉強してますかあまあそもそも勉強と思ったことは一度もないんだけど、まあでもルックとかスナップを多分人一倍見てきたから、大学一、二年生ぐらいからずっと見てきてって、で今もそういう活動してって、まあ活動をし始めるとより見るから、 そう。だからそこでのなんか引き出しの多さなのかな。だから正解を知ってるわけじゃないんだけど、じゃあ例えば黒の T シャツというアイテムを着てる人たちがいっぱいいるとして、まあ、スナップとかルックを見てると合わせって全然違うじゃん。だからデニムを合わせた時はこういうバランスだとこういう風に見えるとか、じゃ下にスラックスを持ってくるとこの竹だとこう見えてみたいな、なんかその一つのアイテムに対してのこういろんな合わせの引き出しみたいなのが、 そういうスナップとか、まあ、そのファッションウィークのスナップとか、まあ、ルックとか、まあ、あとはまあ、もちろんいろんな人とね、こう、服を好きな人たちの、あの、格好、友人とか、まあ、仕事でも見てきたから、なんかその引き出しというか、うん、が多いっていうだけかな。だからなんか、 スタイリストみたいに、なんかこう、明確に、なんていうかな、こう、舞台映えするようなスタイリングを組めとか言われたら、別に自分ができるかどうかで全然わかんないけど、まあなんかこう、喋れるっていう点で言うと、まあいろんなこう合わせたらこうなるよねとか、こうだったらこうだよね、みたいなアイディアは持ってるっていうだけかなと思います。はい。そんなとこですね。次。えー、次が、ウエストから裾にかけて綺麗に落ちるパンツとそうではないパンツの違いは、パンツの生地の質によるものですか それともそのパンツが自分の体に合ってないことやパンツのパターンが良くないなど複合的な要因ですかそれは複合的な要因だよね。例えばだけど、まあじゃあ自分の体に合ってないビッチビチの柔らかいじゃあシルクのパンツ履いたからってストンと落ちないじゃん。 シルクってめちゃくちゃいい素材だとしても、もうビチビチのね、もう全部もっこりしちゃうんじゃないかみたいなサイズ感で履いたらさ、それは綺麗に落ちないでしょだから、それは複合的な要因じゃない例えば、じゃあ素材って言っても、柔らかくないとダメかって言ったらそうじゃなくて、例えばチノだとしても、別にまあコットンのね、チノだとしても、例えば、なんだろ、まあデニムだとしても、ね、りのある素材だとしても、やっぱ自分のサイジングが合ってたりすれば、ある程度綺麗に落ちるし、で、さらにそこにやっぱカッティングとかパッティングとか パターンっていうのが優れてるとより綺麗に見えるしっていう、まあ、服って全部複合的なものだと思ってるのでまあ、それはそういうことじゃないですかはい、次次いろいろなコーデを考えてるうちに感覚麻痺してきて適当なのが一番かっこいい時はありませんか間違いないねうん、間違いなくあるねそれはもうなんか別にスタイリングで言うとその一番ではないんだけどなんかもうそれでいいやってなった時のこう感じが よりリラックスできてて、よりこう純粋になんか服楽しんで着れてるみたいな。まあそういうのがやっぱいいなって感じてきますよね。多分この方、ちょっと大人な方だと思うんですけど、まあ割とこう自分の生活に合ったというか別に生活のランクに見合ったとかそういう話じゃないんだけど、じゃあ今日は結構友達と歩く。でも、カッコつけたいからめちゃくちゃ歩きにくいレザーシューズ履く。悪くないのよ。別に悪いことじゃないし、それはそれで充実感あるのかもしんないけど、 じゃあ今日はちょっと歩きやすい靴に妥協して、まあ上も寒いしなんか適当にフード被って出かけちゃおうみたいな、そんな時の方がなんか自分のテンション悪くないみたいな、そう結構あるからね、ほんとそういうのってあるので、僕も最近すごく痛感してるというか、感じてって、なんかこうバチバチにね、じゃあ表参道銀座に買い物行こうっていう時の自分のスタイリングも好きなのね、ほんといいもの着て、 もうパンツのシルエット完璧だとか今日ブルゾン完璧だコートも最高だみたいな好きなんだけど十分ね。でも、 じゃあなんか、例えば S 君と打ち合わせで、ちょっとじゃあここのカフェに来てって言われて、OK って言ってなんかパソコンとかね、こう持ってさ、適当にフードかぶって、適当にコート着て、じゃあデニムも適当にロールアップしちゃおうって言ってなんかブーツ履いて出かけてるとか、まあ適当にプリンスタウンでいいや今日はみたいな日とかの、なんかルーズな時の方が、ほんとなんかかっこいいというか、楽しい時があるんだよね。そう。なので、 結構わかるよ。その気持ちすっげえわかる。うん。でも、服好きって多分、最終的にはこういうところに行く人は多いんだと思う。まあ、ずっとバチバチやってる人もいるし、まあ、それはそれで本当にすごいことだと思うけど、結構いろいろ考えるのがなんか、まあ、麻痺してくるというか、まあ、あの、ほんと正直に言うとめんどくさいとか、ストレスを感じることが結構あって、だったらこれでいいや、ぐらいの方が、純粋に楽しめるっていうのは、服好きは結構最終的にそこに行くんじゃないかなっていうのは、 思うけどね。多分今このチャンネルを見てる大人の方たちも、そういう方多いんじゃないかな。若いうちはもっとバキバキやってたけど。今、まあ、おしゃれするときはするけど、しないときはもう本当なんかもう適当にショーツにサンダルとかでも俺いいですみたいな。そんな人もいたりすると思うんで、そう、なんか気持ちはすごいわかりますね。はい。次。えー、夏はシャワー派、お風呂派。ほう、なるほどね。これ意見分かれそうだね。僕は基本シャワーからもう年中。冬でも、 基本的に浴槽に入ることはあんまりないですね。まあ一人暮らししてる時よりかはお風呂に入る回数っていうのは、まあ R と住んでから増えたは増えたんだけど、それでも僕はあんまり浴槽入んないことの方が圧倒的に多い。うん。なんかお風呂でリラックスしようとかって考えることが僕はあんまないのよ。 もうそれ小さい頃からなんだけど、お風呂、家でね、こう、実家とかだとまあ、マストじゃん。お風呂なんてこう、準備してくれてるじゃん。入っていいよって言われても、いや、風呂の中はめんどくさいから入んない。シャワーでいいとか、ほんとそんな感じのタイプだったから、未だにずっとシャワーかなーお風呂の方がいいっては言うけどね。言うんだけど、そう、結局浴槽に使っても、僕5分ぐらいが限界なんですよ。正直。そうだから、結局意味ないというか、あんまりこう、長く浸かることもないから、 だったらお風呂洗ったりとかなんか準備したりするのもめんどくさいしシャワーでいいんじゃないっていう僕は感覚派。皆さんどうだろうまあ、実家はお風呂派多いだろうけどね。うん、もうそれが生活のリズムになってるだろうけど、だから一人暮らしとかすると、うん、結局入らなくなるし、まあ一回かお湯溜めんのもね、ちょっと節約とかを考えたりとかもするし、僕も一人暮らしの時そんな感じだったから、シャワーの方がもしかすると服好きは多いかなはい、次。 えー、最近だとディーゼルみたいにデザイナーが変わって知名度上がったブランドはよく聞くんですけど、逆にデザイナーが変わって知名度落ちたり人気がなくなったブランドって結構あったりしますかあまあいい例だとジバンシーだろうね。うん、一番いい例はジバンシーかな。まあディオールも近いかもしれないけど、やっぱね、ジバンシーのティッシュの時代を知ってる人たちはね、本当にみんな僕が説明いらなくてもわかると思うけど、超強烈だったじゃん。もうあっ 圧倒的なパワーがあって、他のブランドとどことも違う、なんかの、モード、ストリート、そしてまあ、ゴスのカルチャーとか、ちょっとあの、不気味なタッチとか、ああいうのを兼ね備えた、ほんと最強のブランドだったのね。もう、服好きといえば、まあ、もちろんもっとナチュラルなテイストとか好きな人たちいたけど、モードが好きな服好きはもう絶対ジバンシー持ってるみたいな。 そんなブランドだった。僕も当時それで買ってたから。で、まあその後デザイナーがコロコロ変わって、まあやっぱどん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 落ちてったから、まあ今、マッシューはね、まあ頑張ってはいるけど、言っても業績は伸びてないし、割とブランドとしてはもう誰も身につけないようなブランドになっちゃってるから、やっぱそういう意味ではティッシュがいなくなった穴っていうのは相当大きかったんじゃないかなと。まあ一番じゃないもうここ最近で言うと、 うん、なんかそんな気はするけどね、落ちたっていうと自慢し、だからディオールも、まあキム・ジョーンズも、まあうまいことやってるというか、まあ正直だからティッシュとか、あのクリス・バーシュとかが活躍してた時代から、そもそもそのラグジュアリーというのが変わったじゃん。 もうロゴもなんてなかったし、こんなにビジネスじみたコラボとかやるような未来が待ってるとは、僕もその時は思ってなかったから、もうそもそもちょっとずれてるというかね、その判断基準がちょっとずれちゃってるんだけど、まあだからディオールとかも、まあ数字はある程度伸ばしてるし、まあね、やっぱり資本が大きいから、ものすごく大規模なことをやってるブランドですけど、じゃあ服好きの中でっていうと、やっぱ、 クリスがやってたディオロールオムだったら着てる人がいっぱいいたし、でも今じゃあキム・ジョーンズがやってるディオール着てる人いるかって言ったら、正直僕の多分視聴者の方の中でも、ディオールとかジバンシーを今着てるって人って多分だいぶ少ないと思うのね。だからそういうブランドに、まあ落ちてったというか、まあ業績はディオールは悪くないですけど、まあイメージで言うとちょっとガクッとなったから、まあそれはでもタイミング的にね、このデザイナーが色々変わった時期と、本当にこのラグジュアリーっていうのが、 ロゴをやり出した、オーバーサイズやストリートもやり出したっていう、この変わった時期がちょっと被ってるんですよね、ここが。そうだから、どっちが要因かっていうとちょっと判断基準難しいんですけど、ま、ティッシュと、ま、ジバンシーと、ま、ディオールはあったんじゃないかな、とは。 まあ思うけどね。うん。あとなんだろうね。あとなんかあるかな。まあ、サンローランもね、だからそういう意味で言うと、ちょっと、どうした大丈夫かってあったけどバカレロになって。でもそっからバカレロがどん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 魅力を増してって、まあ今ではね、ほんとエディを超えてるんじゃないかぐらい、あの数字も伸びてるし、評価もめちゃくちゃ高いから、 もうあれは本当すごいことだと思うし。まあだからセリーノも最初そうだったよね。フィービーの時にこう全盛期を迎えて。で、バーッと行ったけど、まあ、エディに変わった瞬間はぐっとちょっと落ち込んで、何これっていう批判も出た。でも結局、まあ、ロゴもね、いろいろやり出したからっていうのもあるけど、まあ売り方が全然違うから、フィービーの時とね。比べるものじゃないけど、フィービーの何倍も結局今数字がいってるみたいな。まあ結局一時的に落ち込むけど上がってくるっていうのが割と多い。 から、この最近ロゴをやり出したっていう時代もあるんだけど、多いから。だからそれが叶ってないので言うと、やっぱ自慢ーは一番じゃない。ロゴをやったとしてもそんな売れないからね。今ね。そうだから厳しいなっていうのは思いますけど。ま、あそんなところかな。はい。次。えプラダのラバーソールを昔オークションサイトで買ったと。一番最初ね。一番最初赤黒を買った時は、そうそうそう、買いました。偽物の心配。あー、ま、あ考えてなかったね。 あのー、ラバーソウルの偽物って、あるわけねえだろって思ってたから、正直ね。で、まあ、その出品者、まあ、新品未使用で、まあ、プラガの箱で、あの、ソウルの裏のシールとかもついてたりとか、もう全部、完品というか、本当新品の状態でただ売ってくれてたから、疑わなかったかななんか結構ほら、キャッチーなものとかだとね、あの、偽物っていうのもま、考えられるけど、 ラバーソウルの偽物って、まあ、今みたいな売り方をね、プラダがしてれば、偽物っていうのももしかするとあり得るかもしれないけど、当時のプラダの売り方で、あの、偽物はほとんどロゴの以外はなかったと思うから、疑わなかったね、そういえばね。うん、今言われると疑わなかった。で、その後僕はその赤黒を履き潰して、コレクターの方に赤黒と白黒両セットで、もう新品の状態で、もうコレクターだったから、ミウッチャがすごく好きで、 コレクターをやってるっていう人に売ってもらったから、まあそれはもう当然心配なんか別になかったけど、そういえば最初のそのオークションで買った時は、まあ確かに疑ってもよかったのかもね。ああ、でもまあちょっとラバーソールの偽物はないだろうみたいな。まあプリンスタウンとかだったらあるのかもしれないけど、なかなかね、なさそうだからっていうところでしたね。はい、次。ああ、何かあるのでしょうか。ああ、なるほどね。まあこれなどが入っちゃってると、正直その他どこのブランドを指してるかで、 答えは変わっちゃうんだけど、まあ今、本当にその原材料も上がってるし、じゃあそもそもそれを何か作業する人の賃金も上がったりするし、じゃあそれを送る輸送費も上がってるし、みたいな、今って本当全部がね、こう上がってきちゃってるから、 まあ、それは原材料がね、要は、いわゆる原価っていう部分が上がると、まあ、その分利益を確保するために商品価格を上げるなんていうのは、もはや、これはまあ、どのブランドも当たり前だと思うんだけど、例えばラグジュアリーとかだと、そのブランドイメージを保つために値段をぐっと上げてたりする狙いもあったりするのね。例えば、まあ、例えばだけど、まあ、エルメスのバッグが、まあ、1個100万、120万するじゃないですか、大体。 ただ、シャネルのバッグはそうじゃなかった。5、60万とか、まあディオールも含めてそうだったけど、今それのブランドも、まあ円安とか、その物価高とか、いろんな理由をつけてるけど、もうそれ以上に上げてる気がするの、今って。だからシャネルのバッグも80万とか100万クラス。 ディオールのレディとかも、あれも80万とかクラスになってるでしょ要は、それぐらい高くていいものですよっていう、イメージ付けをやってるブランドもあるから、ラグジュアリーとかそんな感じだと思うのね。物価高とイメージ付けのためにやってるっていうところ、より利益を確保しようとしてると思うんだけど、まあ、カラーの場合は、そんなイメージ付けっていうほど、 高くしたところであんまりメリットはないと思うから、まあ単純に物価とか人件費とかそういういわゆる減価とかそういうのに関わってくるところが単純に上がってるんじゃないかなっていうのはあると思いますね。はい。そんな感じかな。えー、セレクトショップの店員さんがこれ最後にしようかな。えー、高圧的で困ってます。セレクトは好きなのにゆっくり見れません。もともと高感度なブランドを置いてるセレシンは少ないので残念です。K さんはどう思いますか うーん、なるほどね。結構セレクトの話は僕の元にもやっぱ届きますね。うん、まあ、その個人でやってるというか、一店舗でやってるような、まあ、好感度だね。こう、セレクトとかだと、結構その店員さんがどうだったとか、なんか意味わからない話をされたとか、なんか確かにそういうの聞くんだけど、どう思うかって言われてしまうと、 難しいんですよね。これ答えんのすごい難しいんですけど、まあそのセレクトのね、そのいわゆる雰囲気とかに、まあちょっとこう酔っちゃってるというか、まあそんな感じなんだろうな。だからいいもの扱って、ちょっとエッジが効いたものとか扱ってると、まあなんか店員さんもこんな態度でもいいみたいに、まあ思ってるところもあるのかなとは思うけどね。まあなんかこう、レトロな喫茶店とか行くとマスターめっちゃ科目で冷たいとか、 まあ、ラーメンとかもあるでしょめちゃくちゃ店主が厳しいとか。僕もこの前、えっ、ー、と、トンカツをとある場所で食べに行ったんですよ。まあ、ちょっと小綺れな感じだったんだけど、そこの、多分、店主がね、めちゃくちゃ厳しいのよ。だから、携帯使わないでくださいとか、音は立てないでくださいとか、だから至るところにステッカー貼ってあったり、 で、実際に、あの、別なお客さんが、なんか、立っててちょっとまあ、人気のお店だから、立って待ってたら、そこに座ってて、みたいなこと言われてて、なんか、それって言う必要あるのかなって思うのね。なんか、そこまで厳しくする意味って何があるんだろうとは、確かに疑問に感じるんだけど、 でもさ、なんかこう、言ってると慣れてくるじゃん。結局ね。だから、まあセレクトは結局いいっていうことだと思うので、その高感度なブランドを置いてるってことは。まあいいんだと思うので、まあなんか、もしどうしてもそこにしかないんであれば、まあ行き続けて、なんとかね、なんとか行き続けて、少しずつ慣れていくしかないんじゃないかな、とは。 思うまあ、もちろん東京にいていろいろ選べるとかだったら、まあそんな店行かなければいいと思うんだけど、まあ、高圧的な人たちも、まあ世の中その飲食店とかも含めると、まあいるはいるので、でもなんかそういうとこって通ってるとさ、喋れるようになったりとか、まあなんかよくあるじゃないですか。その通い詰めてると徐々にこう、いろいろ喋れるようになったとか、もうそれに慣れてるとか、まあ、だからどうしてもそこしかないんであれば、まあ何回かちょこちょこ通ったりとかするしかないのかなとは、 思いますけどね。うん。まあなんか例えば、ちょっとしたものでも、あの、気になるものがあったら、例えば買ってみて、で、実際にそこでこう喋ってみて、まあ、どういうこう、進展があるかとか、まあ、難しいっていうか、そんな本当はこう、お客さん側が気使うことじゃないんだと思うんだけど、まあそんなしかないよね。だから選べる場所にいるんだったら行かなければいいんじゃないのっては、まあ思いますけど。まあそんな感じかな。はい。そんなところで今日以上にします。じゃあ、はい。バイバイ。